山さんありきの曲だったんで、彼女をイメージしながら、うん、まあ、他の3人も、まあ、まあスケジュールを抑えてないんだけど、当て書きをする中で、うん、まあ、よく覚えてないんだよね。あれですね、多分顔っていう映画を撮って、うん、まあ、今回に関しては違うキャラクターにしたいっていう意識は何かあったんですかね。そういった当然藤山さんである時はその彼女が舞台で経験できないことを、うん、まあ、映画でしか経験できないことをしてもらいたいという、うん、まあ、当然ありますし、で加えてその顔の延長上には何もないっていうか、うん、まあ、最初で最後のつもりでやったっていうのもあるんですけど、まあ、いろんな要素がこう同時に出てきて、その団地っていうロケーションとか、はい、うん、彼女がどこで何をしてた人なのかとか、うん、まあ、大切な人を失うっていうのは根っことしてあったかな、はい、うん、彼女の主人公の今現在のね、心境としては、まあ、息子を失った母親っていうのがあったと思うんですよ。ただそのジャンル的には、まあ、まあ、喜劇を、まあ、僕なりに狙おうとは思ってたんで、うん、まあ、そこは喜劇を撮りたいっていうのは決めてたってことなんですかね。もうそれは辻山さんとやってスリルのあることって次喜劇でしょう。あの方のホームグラウンドに俺が、はい、ね、その出向くわけですから、うん、見ていただければ分かりますけど、藤山さんがその喜劇を背負ってるわけではないんですけどね、うん、だ本当に、まあ、あのキノフィルムさんでそのオリジナルでいいっていうふうに言ってもらったんで、まあ、久々にその自由度の高い、はい、うん、自分の中から出てくるものだけを拾い上げるっていう、うん、だからなんか変な言い方ですけど、排泄をするように、うんうん、出た、自分の中から出たっていうか、うん、当然、まあ、パンフレットにも書いてあるかもしれないですけど、うん、そのまあ、自分の中からこう引きずり出せるものって結局自分の幼少期とか思春期に、まあ、何らか考えていたこと、うん、前は結論を出せなかったこととか、うん、まあ、そういうのをヒントには書いたし、そういうもんかなと思うんでね、映画って、うん、あの今回、まあ、プレスにも しゃべくりコメディみたいなことを書いてあるんですけど、うん、脚本にするのには、まあ、今バーって出したっておっしゃったんですけど、うん、ご苦労みたいなことはなかったですか。いくらでも書きますよ。申し訳ないですけど、あの、まあ、噂話しろ何しろ、なんかあのままではないけどね、自分が生まれ育った大阪で経験済みのことなんで、僕は団地じゃなくて商店街のど真ん中で育ったんですけど、まあでも密集地でね、人が集ってないのを話すかっていうとよそ様のことですよ、うん、で、あのビールケースをひっくり返してサンバイザーつけながらおばちゃんたちがその井戸端やってるっていうのも、これはあの大阪の団地で実際あの、あることだったんで、助監督が写真撮ってきて、うん、だからいくらでも描けるっていうより、あの、なんかひねり出さなくても出てくるとか、ああいうことは、うん、分かりました、はい、ありがとうございます。まあ、うん、空想小説とかね、はい、うん、まあ、近未来であったり、その宇宙空間であったり、まあでも、うん、まあ、子供って空想と妄想で遊ぶじゃないですか、そうですね、ちっちゃい頃、はい、うん、まあ、いわゆるその現実と向き合わなきゃいけなくなるまではね、うん、まあ、森の中になんか基地を作ったりね、なんかそうやって遊ぶじゃないですか。それがまあ、ある種多少その小説とかそういうものに親しむなれば、まあ、星さんとか外国の SF 小説とかにもまあ手を伸ばし、っていうその、まあ、空想の世界で遊んだといえば遊んだんですけど、
もう一つは僕の実家が仏壇屋なんですよ、うん、で幼い頃から、まあ、人と向き合う商売を見てきたんですよね。で答えは出ないけど人は亡くなってどこへ行くのかっていうのが僕の中の幼少時代からの謎、うん、だから存在がなくなるのは分かるし、でもその人が生きてきた証とか思想とか感性とかそういうものも全部消えるのか、うん、そういうことをずっと考えてきたんですよ。そうすると、まあ、大人に聞けばね、その魂にそうなって宇宙に漂ってるみたいな答え方もするじゃないですか。だからその大切な人を失うっていうその主人公の設定とその飛躍するように宇宙空間にまで話を及ぶっていうのは僕の中で一つなんだよ、うん、生命としては、うん、でその空想小説も全部じゃないけどもなんかこういわゆる人の、まあ、心とか邪悪な面とか善悪とかそういうものを描いてるんだよね、皮肉ったりしながら、うん、だからそういうところで空想小説を好んだんだと思う。結構深遠なところまで描写されてるんですよ、僕の好きなね、SF って言えない、 SF は坂本藤山の略やからね僕の中ではいろんなそのバラバラにこうあったものをこうその接着したわけじゃなくて一つのものなんですよ、うん、人を失ったらどこ行くかってその思いの延長上にやっぱり生命ってことを考えると、まあ、宇宙空間まで思いが届いたというか広がったんですよね、うん、それをどう描くかはねもうちょっとシリアスにやることもできるし、こういうその団地という、まあ、本当に庶民的でやってある種社会の縮図ですよね。実際ロケしたところも高齢化と独居と撮影中にデイサービスのお迎えが来て撮影を止めるってことも何回もあったし、で今の団地じゃない、新しくそのエレベーターも完備されての団地じゃなくてこの昭和の40年代後半に建てられた5階建てでエレベーターなしで今やその高齢化になって5階はもう住む人はどんどんなくなって、でやっぱりお年寄りがやっぱり階段を苦労して上り下りしてるっていう、それはもう社会の縮図でもあるし、でその場所ってまあなんか、そこに過去の団地っていうのはみんな若いご夫婦若い家族がそこにいた、うん、でそこで子供生まれただろう、でも次今のそのまま残った団地って今度はお見送りする場所でもあるかもしれない、うん、高齢化っていうのはね、うん、だそういう思いで団地も選んでる、うん、ある種の縮図として、であとは映画っていうのはそのセリフだけじゃなくて映像も一つの言語だとしたら、やっぱその団地という風景とその今のまあ日本の社会の縮図みたいなところとその宇宙空間の組み合わせがすごく俺は面白い映画的だなと思った。そこの天空に何が浮かぶっていうのはね、うん、電波塔の上に浮かんでも面白くないでしょ、面白いか分かんないけど、うん、ただなんかそれぞれがあれもなんか俺の意識の中にあったな、あれもなんか僕のなんか、その頃答えの出ないなんか、うん、自分の宿題みたいなのもあったなとか、あれもこれもっていうバラバラなものじゃなくて割と一つにこうつながる話であったんですよ、はい、まあ藤山さんってもう名古屋ではどこでやるのかな、店の座、あ名古屋ってなんだっけ、中日劇場ですか。まあ彼女は舞台中心のね俳優さんで、なんか喜劇女優とか喜劇俳優とかっていうもうジャンルを超えてね、うん、
もう舞台俳優としてのナンバーワンですよ、日本で集客も含め、人気度も含めね。でもその人がやっぱり未だに演じることの難しさを覚えてる、それはやっぱりあの人に対するなんていうかこうまたやってみたいなと思わせる部分ですよね、なんか勘違いすればさ、ある程度その人気度が集客度とか興行とか考えれば、まあ高みにね立ってもっとなんていうか、天狗になってもいいのにっていうぐらい思うんだけども、やっぱり未だにやっぱりその演ずることの怖さみたいなものを語られるし、そこがすごいんですよね。で、まあ、舞台見ててもお話してもやっぱあの人のいくらその喜劇とはいえあの、なんていうかな、ある種凶暴じゃないとできないですね。凶暴、喜劇って凶暴じゃないとできないですよ。あの喜劇お笑いの人の本当にあの先端にいる人って会うと怖いですよ、実際で、なんかそのもういわゆる俳優を選択したっていうよりはあの、まあ、神様にも選ばれてしまった人だと思うし、まあ、ちょっとうまく言えないんですけど、すごさ、やっぱりその演じることの怖さを未だに抱えて、それでそのある種の、自分の限界に臨んでるところ、体力的にもね。でもう一つはやっぱり映画に対する怯えもあるっていうことですね。そこまで高み立った人は、あ、私映画もやれるとか思ってはいなくて、やっぱり自分が舞台上でやるやり口とかその技術見えたものとか、そういうものは一切映画には持ち込んではいけないっていう、通用すると思ってはいけないっていう、だから顔の時もそうだし、今回もアドリブ一切ないし、脚本の句読点とかそういうものをちゃんと守れるし、まあそうやって向き合ってくれるんでね、なんか人の噂で変わったやつだよって聞いて、でちょっとネットで彼の発言とかブログとか読むと、まあ、だいぶ変わってるなっていうのと、まあ老成してる部分もあるし、でまあなんかその、まあ、事務所に守られてその自分のイメージみたいなものをね、自覚して仕事してるタイプではない。まあ、かっこよく言えばあの本当に冒険してるなと思う、ジプシーみたいにね。でね、なんか昨今もなんか来年には僕は消えてると思うみたいなことも言うんだけど、なんかそうですね、ジプシーって自分を頼りにしないとできないじゃないですか、そのそれがなんか素敵なのかな。